トルコ海峡、ダーダネルス海峡、ダーダネルス海峡の地図、ダーダネルス海峡、もしくは、チャナッカレ海峡は、地中海につながるエーゲ海と国海につながる、マルマラ海を結ぶ共愛が海峡。ボスポラス海峡とともにヨーロッパとアジアの境界を成す。日本では、英語名のダーダネルス海峡がよく知られている。古くは、ヘレスポントスとも呼ばれていた。 ダーダネルスの語源は古代ギリシア神話の伝説の王、ダルダノスに由来して、海峡のアジア沿岸地帯がダルダニアと呼ばれたことにある。ビザンツ時代のギリシア語でダルダネリスと転じ、さらにそれを英語が採用してダーダネルスの語となった。ヘレスポントスの由来はギリシア神話中でボイオテア王、アタマスの娘エレが、 双子のニープリクススと共に、ゼウスが使わした金の皮を持つ羊に乗って逃げる。途中にこの海で落ちて死んだことによる。チャナッカレの海峡横断フェリーチャナッカレ海峡という名称はアジア側にある都市、チャナッカレに由来する。地名に含まれる彼は城を意味するアラビア語起源の言葉で、付近にはチャナッカレの地名の元になった有名な城西軍がある。ヨーロッパ側は、 ガリポリ半島で軍事上の要衝であるゲリボルの町がある。エーゲ海と国海とトルコの海峡の一海峡の延長は約6 0トルであるが、幅は1 2トルから6トルほどしかない。水深は最大1 0 3ル平均5 5ルである。氷層水は丸マ々マ海からエーゲ海に流れ、低層水は逆方向に流れている。最も狭いところに、 全長約 3.7km となるトルコ最大の吊り橋チャナッカレ1915橋が建設されている。海峡から望むチャナッカレこの海峡は古代より戦略的な要衝であり、例えばトロイア戦争はこの海峡のアジア側の地で戦われた。ペルシア帝国のクセルクセス一世やマケドニアのアレクサンドロス大王はそれぞれ海峡の反対側に遠征するためにこの 海峡を渡り、オスマン帝国のオルハンが、ビザンツ帝国のヨハネス六世、カンタクゼノス帝の要請を受けて初めてヨーロッパに渡ったのもこの海峡であった。後に、オスマン帝国はこの地で艦隊を創設し、帝国が東地中海の覇権を握る上でも、首都イスタンブールを南から防衛する上でも、非常に重要な地となった。第一次世界大戦中の1915年、 オスマン帝国の首都攻撃を目指すイギリスら連合国によってダーダネルス海峡進攻作戦が行われたがガリポリ半島を戦場として行われた上陸作戦はムスタファケマル率いるオスマン軍の猛烈な抵抗にあい多大な犠牲者を出して失敗に終わった当時のイギリス海軍大臣ウィンストン・チャーチルは3月18日に 作戦失敗の隕石により一時的に政治の舞台から身を引くことになった。第一次大戦後のセーブル条約で海峡委員会に主権が移ったが、モントルー条約によって、再びトルコに海峡での主権が戻ることになった。21世紀初頭でもこの条約は有効であるとされ、同海峡を航行する船舶、艦艇等には制約がかけられている。ありがとうございます。